します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バスケットボールをやってます。岡萌乃です。はい。で、山梨クインビーズでやってて、ポジションはセンターフォワードで、バスケットっていう上の方のポジションじゃなくて下の方のポジションです。ちょっと難しいんですけど、5人いて下の方のポジションです。で、競技歴は小学校5年生からなんで、18年間やってます。で、得意なプレーはディフェンスの方が好きです。で、自分の写真これなんですけど、ダブルリーグに入ってからは7年在籍していて、で、その5年間はプレイヤーとしてやってて、6年目の時にアシスタントコーチと選手を兼任してやって、今年7年目でキャプテンになったんですけど、サマーキャンプっていう大会があって、その時にちょっとヘッドコーチがライセンス取る関係で不在だったので、私が急遽そのヘッドコーチとして指揮を取ったっていう場面の写真です。で、スポーツを始めたきっかけは父がバスケットをしていて、で、姉2人いるんですけど、姉が2人ともバスケットを始めたんで、お姉ちゃんにいいなと思ってついていきました。で、今まで続けてこられたのは、中学2年生の時に、膝の前十字を切ってしまって、で、そこから、体の線がすごい細くってなかなか筋肉質でもなくてっていう膝の痛みを抱えながらずっと続けてきたんですけど、逆にそれが自分の可能性になったというか、膝が良くなればプレーも上がっていけるなっていうのを感じたんで、この年まで続けることができました。以上です。バスケットボールをしてます、水野奈穂です。東京羽田ビッキーズに所属しています。ポジションはフォワードっていうポジションで、どちらかというとボールをもらってシュートに行く系です、どちらかというと。で、競技歴は、小学校の4年生から続けてます。ちょっと何年目か分かんないんですけど。すいません。得意なプレーは、リバウンドっていうシュートを打ったボールを取るとか、ルーズボールっていう、転がってるボールを奪いに行くっていうプレーが結構得意です。で、私の写真はこの写真なんですけど、結構そのプレーしてる姿が楽しそうだねって言われることが多くて、なんか結構笑顔でいることが多いので、そこが長所ってよく言われるんですけど、そういうバスケットを楽しんでる姿っていうのを結構周りにも評価してもらってるので、そういう姿が自分らしいかなと思って選びました。スポーツを始めたきっかけは小学校4年生の時なんですけど、その当時割と身長が大きくて、4年生の時で160とかで、6年生で168センチあったんですけど、でそれで、友達が先にバスケットやってて、それで誘われて、身長大きいからやってみないって言われて誘われて、今まで続けてる形です。で、なんで今まで続けてこられたかっていうのは、結構自分のモチベーションになるのが、人から必要とされたりとか、その周りの人に応援されてることが結構自分のモチベーションになってて、でそういう、それぞれ大学に上がったりプロに入ったりで、今シーズン移籍っていう形で違うチームに移ったりもしたんですけど、その場その場ですごい応援してくれる方とか求めてくれる人がいるので、今まで頑張って続けてるかなっていう感じです。以上です。
サッカーをやっています松原有沙です。野島ステラ神奈川相模原に所属しています。でポジションはボランチっていうサッカー11人いるんですけど、その真ん中とたまにセンターバックっていうディフェンスの真ん中をやってます。で競技歴は小学1年生からやってるので26年ぐらい、合ってる6歳、はい、21年ぐらいやってますすいません21年ぐらいやってます得意なプレーは、まあ、ヘディング頭で知り合うのだったり、あとロングキック飛ばすの得意です。で自分の写真なんですけど、こういう写真なんですけど、一緒に写ってるのがあの自分のチームの野島ステラのももちゃんっていうマスコットキャラクターなんですけど、こういうなんか可愛いのが好きでなんかよく一緒に写真撮ろうって自分から言ったりだとかそういうのをしたりしてるので、この写真を選びました。でスポーツを始めたきっかけは、まあ、兄がいるんですけど、兄がサッカーやってて、で一緒に、まあ、試合とかについて行った時にひたすらボール蹴ってて楽しかったのでやろうかなと思って始めました。でなぜ今まで続けてこられたのかっていうと、まあ、小学生の時は女子男子同じ混ざってやってたんですけど、中学生の時に女子チームがなくて男子チームに所属してたんですけど、まあ、正直、まあ、やっぱり成長期っていうこともあって、まあ、行為の面とかいろいろ難しいところはあったんですけど、まあ、周りの方々がどうにか女子サッカーの世界でやらせてもらえるように近くの高校女子サッカー部に声をかけて練習させてもらったりだとか、そういうふうな環境を整えてもらったので今まで続けてこれたのかなと思います。以上です。競技はサッカーです。名前は黒沢彩乃です。所属は日テレ東京ヴェルディベレーザと申します。申しますでポジションはゴールキーパーです。唯一手が使えるポジションになります。競技歴は15年で、得意なプレーは、シュートストップって言ってフォワードの人がゴールを決めようとするのを防ぐことが得意です。で自分の写真は、これが自分なんですけど、ファンサポーターの人との交流の時の写真です。まあ日頃コロナになって全然直接的な関わりができなかったんですけど、まあ、ちょっと緩和されて、まあ、みんなが笑ってる写真になります。でスポーツを始めたきっかけは、ずっと男の子と遊ぶことが多くて、小学校の昼休みとかもよく遊んでたんですけど、もうずっと遊びたいなと思ったんで、その子たちがやってたサッカーを誘われて入ったって感じです。でなぜ今まで続けてこれたのかっていうのは、岡さんと同じく怪我はたくさんしてきたんですけど、それでも自分を待ってくれてる人がいる存在を身近に感じれたので、他の人のおかげで今ここに立ててるかなっていう感じです。以上です。競技名はハンドボールです。所属は熊本県山鹿市を拠点としているオムロンピンディーズに所属しています。名前はグレイ・クレア・フランシスです。グレイが名字で、クレアが名前で、フランシスがミドルネームになります。ポジションは、ポストプレイヤーって言って、相手の守備が6人なの、ライン沿いに6人いるんですけど、その中で1人混じってるポストプレイヤーっていうポジションやってて、結構身長が高くてフィジカルが強い選手がそこに入りがちなんですけど、私はそこをやらせてもらっていて、得意なプレーはフィジカルを生かしてワンハンドキャッチからシュートまで行くっていうプレーが一番得意です。
競技歴は小学校2年生からハンドボールをしています。自分の写真はこれなんですけど、今シーズンから、ヒュンメル様と、個人契約を結んで、最近撮ったあの写真撮影の写真になります。結構髪の毛が芸術的でいつもこんな髪の毛しないんですけど、ちょっとレアレアっていうか、まあ、こんな感じです。で、スポーツを始めたきっかけは、もともとすごい運動するのが大好きで、小学校の時とかドッジボールとか毎回こう外に出て男子と混じってやったり、こう投げる動作がすごい大好きで、たまたまテレビでハンドボールの試合やってるのを見て、すごいドッジボールに似た感覚っていうか、すごい自分もそのスポーツをやってみたいなって思って、あの近くに小学校のチームがないか、あの母親に探してもらって、体験しに行った日にも入部を決めました。で、なぜ今まで続けてこれたのかは、小学校1年生から9年間水泳もやってたんですけど、その結構タイムに伸び悩む時期が長くて、その時にやっぱりチームスポーツの魅力を感じたのが一番の決め手で、あの誰かが調子悪くても、あの他の選手でバックアップしてっていうのがすごい、あの私自身心強くて、そこでハンドボールをあの続けて、周りからも あなたなら上目指せるよっていう結構声かけもいただいて、応援してくれる人もいっぱいいたので、そういう人たちに恩返しもしたいし、トップまで行きたいなっていう思いが強くて今まで続けてこれました。以上です。ハンドボールをしています横島彩です。所属はアラマーレ富山というチームです。ポジションはセンターバックで、センターバックはゲームをコントロールする、一番真ん中のポジションになります。で、競技歴は小学校2年生から始めたので25年目ぐらいになります。得意なプレーは、私もフィジカルを生かしたプレーも得意なんですけど、やっぱり騙し合いの競技だと思っているので、人を騙しながらするプレーが好きです。で、自分の写真なんですけど、結構自分は笑っていることが多いので、笑顔でいる写真っていうのが自分らしいかなと思ってこの写真を選びました。すごくいい場所だったので写真を撮ってもらいました。ありがとうございます。はい、じゃあ続きを。スポーツのハンドボールを始めたきっかけは、両親がハンドボール経験者で、私兄弟6人いるんですけど、6人ともハンドボールをやっていて、私が、小学校2年生から始めたんですけど、その時ももう姉と兄が始めていたので、もう小学校に上がったらハンドボールをするっていう流れができていたので、その流れに沿ってやり始めました。で、なぜ今まで続けてこられたのかは、私も一回大きな怪我をしたんですけど、やっぱりその時にいろんな方々に支えてもらったり応援してもらったりして、やっぱりこの方々のためにも頑張りたいなっていう思いを強く持てましたし、何よりも今のハンドボールがすごく楽しくて、楽しいことがやっぱり大好きなので、楽しいハンドボールをやっているので、ここまで続けていける、ここまで続けられているんだと思います。ありがとうございます。高校生の時にはもうプロに行きたいなって思い始めてたので、
なんか続けるっていう選択肢になったんですけど、姉とかは逆に高校でもう辞めてるので違う道に進んでるので、なんかそこを夢をなんか目指せるか目指せないかっていう、なんですかね、自分の中のその実際の状況とあれで結構道が分かれてくるのかなとは思います。水野さんは、高校その大学選びの時に最初私教員とかになりたいと思ってて、そっちの方の大学に進もうと思ってたんですけど、なんかやっぱ本当になんか私も本気でバスケをやるかもう全くやらないかっていう選択肢、2つの選択肢しかなかったので、なんかそのなんか今でいう楽しむバスケとか、なんかちょっとなんていうの、クラブチーム的なバスケっていう選択肢が全然なくて、本気でバスケやるならなんかそういう他の夢とかはもうなくして、もう本当にバスケだけっていうのにするかって結構悩んでたんで、自分の中にあんまり選択肢が少なかったっていうのがあるかもしれないです、高校生の時は。いろんな選択肢があったらまたね、そうですね、見方も違ったかもしれないですね。はい、自分はもうサッカーやるって決めてたのでまあ逆にサッカーの強い大学を選んでたというか、まあ、高校の時にその大学の全国の試合を見に、毎年高校の部活で見に行かせてもらってるんですけど、まあ、それを見て、まあ、どこのチームがいいかなっていうのを自分なりに考えて、自分の中では辞める選択肢はなかったので、まあ、ただ大学は行きたいと思ってたので、まあ、大学の、まあ、強いところを選ぶっていう形でした。私の場合は下部組織で目指す場所がトップリーグでやってるベレーザだったので、辞めるっていう選択肢はなかったですね。だからそこに目指す場所があるからプロセスで今ここにいるっていうのがもう明確に分かったんで、なんか迷うっていう選択肢はあんまりなかったです。そうですね、ベレーザの場合しかもトップのトップで、あのやっぱり女子サッカーを代表するようなその大会を制している、ね、何年連続も制しているようなチームなので、余計にその目指す場所の高さっていうのが明確にそこに目指す場所があったんで、なんか多分いろんなこと迷えることがあれば、なんだろうな、辞めるっていう選択肢になったかもしれないんですけど、もう明確なものがあったんで、ここに上がりたいっていうだけで続けてきました。選手は、私も辞めるっていう選択肢は一回も考えたことなくて、その高校が神奈川県で結構神奈川県が強いチームがいくつかあって、結構毎年インターハイに出場するチームが違うぐらいあのライバル校が多くて、であの一番いい成績でも全国ベスト8だったんですけど、もう大学進んでもう強いチーム行って絶対日本一取りたいって思ってたので、そのまず続けるっていうのは第一にあって、その辞めたとしても次やることがもう何もなかったので、もう続ける選択肢しかなかったです。西島さんはどうでしたか？兄弟が多かったので、うん、大学に行けないだろうなと思ってたんですけど、やっぱりまあ、指導者だったり家族とかが大学でハンドボールどこ行くとか、もうハンドボールの話しかされなくて、高校でもあんまり強くなかったので、いい結果も残せてなかったので、
これ以上ハンドボールを続けてもなっていう気持ちはあったんですけど、やっぱり周りにそう続けてほしいとかそういう声をもらったので、うん、のとあとやっぱり自分にできることは何かって考えた時にやっぱりハンドボールを超えるものがなくてハンドボールしかないなと思ってハンドボールを続けました。うん、そういうだね。もうさっきごめんなさい聞けなかったんですけど、やめてしまおうと思ったタイミングってありました？まあ、区切り、高校大学とかも区切りで何をしようかなって考えるときはあったんですけど、やめたいとかっていうふうに思うことはなかったです。何ができるかなっていうふうに考えてて、やめるっていう選択肢はなかったです。私は女の子がスポーツを続けるためには費用が必要だと思います。費用、費用ですっていうことですかね。はい、そうです、はい、やっぱり、うんうん、そうですね、自分のやってる競技でも給料の差にすごく差が大きいと感じる部分もありますし、やっぱり男と男女ではやっぱり給料の差もありますし、うん、やっぱりその費用というかお金があれば、うんうん、まあ言い方悪いかもしれないですけど何でもできるというか、うん、そういう預けられたりとか、うん、まあ、食事の面で助けていただいたりとか、やっぱりそれがないと続ける理由にならないというか、自分の体だけでもやっぱりスポーツ選手はこう作っていくの大変なのに、まあ、子供とかができた時のことを考えると、やっぱり一人だけじゃなくて二人分の体を心配しないといけないので、やっぱり今まで通りのその金額というか費用ではやっていけない部分があるかなというふうに感じています。JCL は今はあれですよね、アマチュア選手が多くですもん、ね、はい、プロは今のところほぼいないと思います、はい、だからこそちょっとこう感じるところだったりするかなと思うんですけど、例えば WE リーグさんだったらあのプロリーグにね、なんか今2年目ですね、だからそのギャップみたいなのを感じたりとしませんか、その自分たちでこうお金稼がなきゃいけなかった時から競技を続けているとお金をもらえるというそのプロっていうののこう生活の違いとかあの安心感とかそういうのがあったりしますか？そうそう、はい、実業団というか働きながらやってた時は一応その、まあ、チームによっても違うかもしれないですけど、自分の場合はその会社、主な会社に勤めて、まあ、サッカーで一応正社員扱いだったので雇用的にもちゃんとしてましたけど、まあ、プロになって個人事業主になって、まあ、その将来的な不安というか、やっぱり正社員から個人事業主なので、いろいろ将来的に考えたらちょっと不安っていうのは少なからずともあったんですけど、まあ、ただそのプロ選手になって正直なところその年俸とかがその選手の価値になるというか、自分次第でどれだけお金が稼げるかっていうのが変わる部分の楽しみも自分自身にはあって、はい、なんで人生というか的に考えたらやっぱりちょっと不安はあったんですけど、まあでもトップリーグでできるっていうのはすごい強みもありますし、まあ、それこそ子どもたちの夢につながるリーグになったとも思うので、プロ選手っていうのは、まあ、そういった意味でも男子と比べると賃金の差っていうのはまだまだ問題というかありますけど、まあ、一つなんか大きなステップアップじゃないですけど、まあ、そういうのにはなったのかなっていうふうには思ってます。やっぱりこう他のリーグから見るとそのプロ
ていうリーグっていうのはすごい憧れの部分があったりします。それともむしろ会社員とかの方が安定してていいかなとか思ったりしますと、難しいところかな。プロリーグになったらもう完璧にそのサッカーだけっていう感じになるんですか、それとも他のチームは働きながらサッカーやってるチームもある？結構チームによってそれぞれで、本当にプロしかいないチームもあれば、まだまだそのなんか最低人数みたいなの決まってて、プロ15人以上プロ契約結べば入れるっていうのがあって、なんで本当にその最低限だけプロ選手として取って、他の人はまた働きながらっていうのもチームの中ではあります。そうなんや、はい、難しいですねありがとうございます。じゃあ、クリス選手お願いします。私が書いたのはどっちかというと対象の年齢が今の年齢じゃなくて、あの小中年代ぐらい の、 年あのことなんですけど、女の子がスポーツを続けるためには楽しむことがやっぱり一番かなと思って、そのコーチだったりスタッフ陣がその選手自身に成功体験を与えることで、この楽しむっていうことができるのかなって思います。あとは私自身がそうだったんですけど、その目標達成のご褒美っていうのは、例えば1試合で何点シュートを決めたら500円のお小遣いとか、なんかそういう、結構両親がそういう目標の設定達成したら、はい、そういうご褒美があったので、そのご褒美のためにやっぱりちっちゃい時って単純だったので、私もだからそういうのをご褒美を設定して、もっともっと上に目指したいっていう気持ちにさせるっていうことも大事なんじゃないかなって思います。成功体験ってね、そのあれですね、こう指導者 の、 その質っていうか、こうにもよりますよね。自分に合ったその成功体験を積ませるタイプの、ね、あの指導者だったり、全然こう違う人だったらまた違ったり、はい、結構本当に指導者によりきりで、なかなかこう3年間高校とか中学その部活に所属しても全然試合に出れないとか、やっぱり部員数が多ければ多いほど一人のプレータイムも短かったり、3年間ユニフォーム着れずに終わってしまう選手も同級生でいたので、やっぱりそういう面ではその楽しむっていう気持ちを持続させるのはやっぱりどうしても厳しいのかなって思って、やっぱり小さいことでもやっぱりその人自身を認めてあげたり、こう褒めてあげるっていうことを指導者がこうしていかないと、そのこの競技が好きだっていうふうになんないんじゃないかなって思います。ありがとうございます。黒沢さんはどんな風に？私は安全にスポーツができる環境が女の子がスポーツを続けるためには必要かなって思ってます。まあ、理由としてはさっき言ってたように、やめるきっかけが怪我っていうのは多分多いと思ってて、で例えば、まあ、サッカー好きだとしてもサッカーで怪我してしまうならやめるとかっていう子も多分女の子は特に多いかなと思ってて、で例えばまあ女性っていろんなライフステージがあると思うんですけど、そのライフステージに合った安全にできる環境さえあれば、まあ、一緒にそのライフステージに横添えじゃないですけど、スポーツも一緒にやりながら自分の人生も楽しんでいける環境があれば、まあ、スポーツ自身をやめるってことまでにはなんないかなって思って、でまずは安全な環境が整えること、そういう整備されることが大事かなと思って書きました。そうですね、楽しいね、安全、そうですね、安全面、うん、共感できるところ、うん、反応してもらえますじゃあ増原さんを、はい、はい、
自分はもちろん賃金とか場所っていうのはすごい大事だと思った上で、あの体育授業の活性化ということで、まあやっぱり女の子ってやっぱ外で遊ぶ機会が男の子より少なかったり、スポーツに関わる機会っていうのが少ないと思うので、まあ、だからこそ体育授業っていうのは、まあ、いろいろ指導要領とかあると思うんですけど、まあ、スポーツに関われる、その学校でスポーツに関われる唯一の時間だと思うので、なんかそういうので、まあ、興味を持ってもらったりだとか、まあ、関わるスポーツに関わる機会を増やして、まあ、さっきあのグレイ選手も言ってたんですけど、成功体験っていうのを得られればやっぱり楽しいと思えるし、なんかもっとやってみようかなって思えるきっかけにもなると思うので、まあ、そういったものも含めてなんか体育授業がもっとなんかスポーツ続けたいと思えるきっかけになればなと思って書きました。子供の頃からそういうきっかけがあれば、すいません。私は2つ書いたんですけど、で1個目が競技自体の楽しさを伝えていくということで、ま、皆さんも言ってた通りやっぱりあの小さい時からその競技の楽しさを知ってもらうとか、やっぱ私もその指導者のことはすごい感じるんですけど、ま、最近でこそなんかそのなんてパワハラとかが問題になってきて、まあ、そういう指導者っていうのは減ってきてるとは思うんですけど、やっぱりそういう厳しい環境でスポーツをやってきて、あもうやりたくないと思っちゃう子とかもいっぱいいると思うので、そういうのはなくしていけるように、やっぱこのスポーツが楽しいと思って続けてもらえるように、まあ、指導面もそうですし、まあ、私たちのようなトップアスリートがそういう楽しさを伝えていくっていうのも大事なのかなって思いました。でもう一個のいろいろな価値観を認め合うことっていうのは、やっぱりその本気でそのスポーツをやりたい人もいれば、ただ楽しみたいっていう人とか、なんかその友達同士で、まあ、本当になんかその趣味の一部じゃないけど、そういう感じで、まあ、軽く暇な時にやりたいっていう人とかもいると思うので、そういう多分いろいろなコミュニティとかがあると思うんですけど、そういういろんなコミュニティがあるよっていうことを、まあ、広く伝えていくとか、その、まあ、お互いに、まあ、そういう、まあ、女性だけのチームでやりたいとか、まあ、男性も混じったところでやりたいとか、そういういろんな価値観っていうのを、まあ、認め合って、そういういろんなコミュニティが広がっていくのがいいかなって思いました。はい、私は将来のビジョンとコンディションかなって思ってて、私は自分自身のことに置き換えて考えた時に、まあ、今働きながら銀行で働きながらバスケットをしてるっていう環境なんですけど、こう引退して辞めた後何をやるかってなった時に結構路頭に迷う選手が多いのかなって思って、そうするともう早い段階でバスケット辞めてる方が良かったりするのかなって思ってしまうのかなって思うので、その辞めた後のこともしっかりなんか考えられる状況だとまだバスケット続けようかなっていうふうに思えるのかなって思うんで、これがまあ自分自身やってても安心感もあるし、それその働けてることで逆に競技に行かせてることもあるんで、そういう意味ではすごい重要なのかなと思ってて、もう一つはコンディションで、怪我しててもやっぱりリハビリがうまくいかなくて、やめてしまう選手とかっていうのがやっぱり多いなっていうのを感じるので、やっぱりそういう環境が整わないと長い競技人生を送れないのかなって思うので、これは必要なのかなって思いました。以上です。なんか将来ね、どういう、はい、ね、なんかこう生活を送ってるかというか、先輩の話みたいとかします？先輩の話は聞かない辞めた後にみんなが何してるのかを知りたいです、逆に。でもなんか警察官になってる人とかも多くて、もう一回勉強して警察学校入ってとか、その
っていう人がいるので、そういうのは本当にすごいなって、一からもう一回勉強してやるっていうのは本当にすごいなって。そうですね、働きながらはなかなか難しいですけど、うまく有給とか使って、時間使ってケアに行ったりとかはしてます。はい、質問いいですか、はい、あのコンディションの部分でトレーナーさんとかっても各チーム絶対いるんですか、こう怪我とかしたら面倒見てくれたりリハビリとかメニュー立ててくれたりするのかなと思って。最初はいて途中にいなくなってなんかいない時期もあって、専属の人がだからいろいろなその、まあ、スポンサーさんとか応援してくれる人たちがなんか週に2回来てくれたりとかっていうので手伝ってくれて、まあ、1年間か2年間はしのいでっていう感じです。今は在住で付きっきりでリハビリ見てくれる方がいるんですけど、なかなかクラブチームプロの中でもクラブチームでやっているので、なかなかその専属でやってもらえる人っていうのが本当に貴重というか、はい、って感じです。自分がやりたいことはさまざまな競技でスポーツフェスティバルを開催するっていうので、一応その野島、主なスポンサーが野島なんですけど、その野島が今女子サッカーと、アメフトとあとベイスターズの野球の3チームを持っていて、で、まあ、なかなかコロナ中はできなかったんですけど、今シーズンはあの久しぶりに野島スポーツフェスティバルっていうのを開催させてもらって、まあ、その 3つの競技が同じ日に集まって子どもたちを招待していろんなスポーツが関わるっていう活動をやっていたんですけど、まあ、それをその女子の競技、はい、で同じ日に開催できたら、まあ、でたくさんの女の子を呼べたらなと思って開催したいなと思います。そうですね、全くね、このチャンスないですもんね、なんかね、うん、やりたい人を実現するといいですね。はい、次、あ、プレイさん、はい、ここに集まってるのがサッカーとバスケとハンドボールなので、ちょっとこの3競技にしたんですけど、サッカーとバスケ、ハンドボールの、テレビコラボ出演企画で、なんか最近結構ハンドボールがあの体育会 TV にあの出演したりとか、結構ハンドボールもマイナーだけどちょっとずつメディアに出演するようになってきてるので、他の、 あの結構ポピュラーなあの競技の力を借りるっていうか、あのいろんな競技がこう混じって、あの体育会 TV とかなんかそういう違うスポーツをなんか競争するみたいな企画もなんか楽しいんじゃないかなって思うし、その各競技のなんか魅力とかもこう日本の みんなにこう伝えていけるかなって思いました。共通するところがあったりしますもんね。同じボールを使うスポーツだったりしますしね。うちの娘もあの戦闘中を見てハンドボールをやりたいって言っていますけどね。はい、すいません。みんなでこうコラボできるといいですね、本当ね。特にこれとかはないんですけど、やっぱ他のスポーツの観戦に行きたい。あ、いいですね。しかもこうやってこうして交流できてるので、やっぱりその機会をもっと増やせれば
3競技がもっと活性化するんじゃないかなって思うので、まずは観戦に行きたいのでスケジューリングをちょっと教えてほしいな。どのくらいにリーグをやってるんですかね。今ちょっと中断期間 で、ウィンターブレイク、そうですね、3月3月の来週目ぐらいから6月最初ぐらい、中旬ぐらいまで。そうなんですか。はい。じゃあ終わりってなったらいつなんですか。終わり、終わりは終わり6月に終わりの後半、後半。へー、ハンドボールも、ハンドボールも中断期間がその代表の試合とか合宿の関係で結構中断期間も今シーズン多いんですけど、8月にスタートして終わりが3月です。なんでもうほぼもう1年中試合してるみたいな感じです。オフってないんですか、あんまり。ハンドボールチームにはよると思うんですけど、私のチームは年に2回帰省、あの長期休暇があって、まあ、1回1週間から10日ぐらいの休みがあります。みんなで見に行きましょう。じゃあ誰か、水野さん。はい、私コラボグッズの作成ってことで、なんか多分それぞれいろんなグッズとか出してると思うんですけど、多分3競技も集まれば全然違うアイディアとかも出てくると思うし、やっぱそういう風になんか盛り上げていくことで、多分のトップリーグの女の子たちが頑張ってる姿っていうのを発信していけると思うので、やっぱなんかすごい勝手なイメージっていうか、そのやっぱ男性のアスリートって結構ちっちゃい頃から、例えばサッカー選手になりたい、野球選手になりたいっていう子たちってすごいいっぱいあると思うんですけど、女の子のスポーツ選手ってなんかまだあんまり、あの本当にそのスポーツを本気でやってる子たちからしか憧れて抱けてもらえてないのかなっていうのはすごい思うので、そういうなんか憧れを持ってもらう意味でも、そういうグッズ作ったり、なんかイベント企画したりして、なんかもっともっと盛り上げていけたらなって思います。私もさっきあの岡さんが言ったように観戦したくて、で興味はあるんですけど、女子ハンドボールがどこで何をやってるのか全然わからないし、その情報もあのサッカーしかやってこなかったので全然入ってこないんで、でバスケを本気でやってた友達に一回誘われたことがあったんですけど、ドタキャンしちゃって行けなくなっちゃって見たことないので、いや、まあ、サッカーの観戦はまあしょっちゅうするんですけど、他のスポーツの観戦を全くしてこなかったので、その女性アスリートがやってるスポーツは見に行きたいなって思いますし、例えば私たちがその他のチーム、他の競技を観戦したっていう発信することで、なんかもっと垣根が広がるんじゃないかなと思って、はい、なんでチケットください。熊本遠いけど大丈夫。そうだ、それでね、ちょっと九州ね、九州でもいいとこありますもんね、はい、温泉が、あの熊本、ね、東京とかでやらないんですか。東京はあの女子の日本リーグのチームが東京になくて、あの男子はあるんですけど東京と埼玉に、なので毎回こうリーグで2戦ずつやるんですけど、1戦目は自分たちのホーム、2戦目は相手のホームで、女子の日本リーグのチーム関東にないから、まずその試合をする機会がなくて、あの3月にプレーオフって言って、あのリーグ戦で上位4位以内に入ったチームがその東京、基本的に東京で開催されるプレーオフで日本一決める試合するんですけど、それぐらいしかあの東京でやる機会がないので、なかなか、なんか集客とかにも結構ハンドボール協会は困ってる
じゃないかな。もうちょっと都会でやればと思うんですけど。プレーオフが一番やっぱり盛り上がる。はい。小島さんもちょっと北陸までみんな来てくれるかもしれない。それが美味しいのでぜひ来てください。そうね、お魚美味しい。はい。小島さん、じゃあ次最後にお願いします。私も感染すごくいいなって思うんですけど、やっぱり何かきっかけないと感染に行こうっていうふうに思えないと思うんですよね。なのでこういう交流をいろんなところで開いていただいたりして、その競技に興味を持つっていう部分もそうですし、あとは例えばハーフタイムはあると思うんですけど、そのハーフタイムの時間に他競技の人たちが来て PR するっていうのもいいかなっていうふうに思ってて、やっぱり男性のスポーツのファンが女性のスポーツのファンにつきやすいかって言ったら、ちょっとまた見ているところが違ったりすると思うので、ちょっと難しい部分あるなって思うので、やっぱり女性アスリート、女性がやっている競技のスポーツのハーフタイムの時に自分の競技を PR させていただける場があればいいかなっていうふうに思っています。どうですかね、他の競技とかのハーフタイムとかって何をやっていますか。ハンドボールは、まあ、地元の子どもたちが歌を歌ったりとか太鼓を叩いて披露したりとか、まあ、この手品とかしてくれたりとか、すごいなんかイベントをやってくださるんですけど、他のチームの他の競技のハーフタイムっていうのはどんな感じですか。同じような感じですよね。なんか同じ感じです。ダンスとか、うん、歌とか、うん、たまにキッズチアとかをやってたり。すいません、聞こえませんでした。キッズチアです。キッズチア、チアダンス。あ、チアの時間なんですね。チアダンス。可愛い子たちがね、一緒に踊るとかはちょっと難しい。先ほどセカンドキャリアで警察官を目指す人がいるって言ったんですけど、他にも大体どんな職に就いてる人が多いですか。指導者とか、あとは何やろ、教員も結構多いかな。そのまま会社にいる人。さあ、そう、あ、教員です。教員、ね、あとはそのまま会社に勤めてる、はい、人が結構多いかなって感じはします。どうでしょう。いや、でも割とそんな感じですかね。ちなみに結婚して競技を続けている人っていますか。おるちゃん、結婚して競技、あ、ベレーズ、あ、私のチームには、結婚して出産しても競技続けてる選手がいます。それは何人ぐらいですか。1人ですね。30。それは珍しい方ですか。そうですね、ウィーリーグだと AI みたいな。初めての人ですね。ウィーリーグで一番、ウィーリーグで初めての人です。今2人いると思うんですけど、他のチームにももう1人結婚して出産してプレーしている選手はいます。ちなみにおいくつですか。怒られないかな。34歳。バスケットは結婚してる人は何人かかな、結婚しながらバスケしてる人は本当に何人か、少数5人以下ぐらいじゃないですかね。で、出産して一時期戻ってきた人は1人、大崎さんだけ。チームには入ってない。チームには所属してないです。オリンピックを目指してたって感じです。
結婚して競技を続けるっていうことに関してなんかどういうふうに、みんな若いと思うんですけど、そういうのってどういうふうに思ってますか？なんか男の人って結構アスリートの人早く結婚するじゃないですか。で子供も作って家庭持ってやってるって人が多いと思うんですけど、なんか女の人になんかそのハードルがすごい高いのがちょっと私的には不満っていうかっていうのがすごいあってなんか難しいのはすごいわかるし、そのなんかパートナーの理解もすごい必要だと思うんですけど、なんかそこに対する偏見とかなんかそういうのがすごい嫌です。結婚に対するイメージが悪いって思ってるのは悪いっていうか、まあちょっと悪いなって思ってるのは女性側の意見が多いと思いますか、男性側の意見が多いと思いますか？女性側だと思う人。女性難しい、ね、そのリーグ全体って感じ、なんていうの、それだったらな、あーリーグ全体、ああ、じゃあリーグにしましょう、競技の方の中でどっちが多い、ダメって、あんまりわかんないって言わないですけど、びっくりはします、うん、びっくりよね、結婚してしたんだ、結婚しながらサッカーやるんだっていう驚きはあります。女子の方が多くない？あ、確かに女子の方が、そう考えて女子の方が多いんじゃないですかね。女子の方がやっぱり多いですかね、うん、あ、多いかも。ありがとうございます。ロールモデルがないからみんな多分びっくりしてそういう目になっちゃうのかも。暗黙の了解みたいなのがありますよね。全然悪くはないんです。はい、横島さんは結婚を考えられてるんですか？私ですか？恥ずかしいな恥ずかしいな。私は今のチームが本当に楽しくて、まあ今続けている理由もこのチームから離れたくないので、まだ続けたいっていう気持ちがあるので、できれば結婚して出産してこのチームに戻ってきたいっていう気持ちはあります。気持ちだけです。まだ結婚してないんでまずそこからなんですけど、思いはあるんですけど、実際この現実的にちょっと難しいぞっていうところがあります。え、個人的に今座談会だからちょっと聞きたいことあって、オフのリフレッシュ方法を教えてください。じゃあ横島さんからお願いします。私は甥っ子と住んでるので甥っ子と遊ぶか一人で映画に出かけるか、うん、ウクレレを弾くことです。カシミ全然もう本当に初心者並みなんですけど、あとピアノとかそういう音楽を奏でるみたいな。音楽奏でるかっこいいありがとうございます。何してんのかちょっと気になります。オフとか何してんのかなって。オフ結構ネオフ多くて、あ、ネオフが多いね。ネオフ寝ちゃうことが多い、はい、はい、私一人まるまるっていうのがすごい好きで、好きっていうかなんか結構どこでも行っちゃうんですけど、一人カラオケもよくするし、一人焼肉とか、なんかとにかく好きなものを食べたり、好きなとこ行ったり、一人でなんか気ままに過ごしてます。すごい。いや、自分めっちゃインドアなんで、本読んでます。マジのインドアなんで、なんか本当家で寝るか、YouTube とかドラマとか映画とか見るか、家からほぼ出ないです。私も基本的にオフは一人で過ごしてることが多いです。映画見たり、一人で温泉行ったり、一人で普段寮の食事なので一人でご飯食べに行ったりが多いです。は
アウトドアなんで、あのドライブ行ったり、ちょっと山登り行ったりですね。なんか なんでこれ聞きたかったっていうと、まあ、ちょっとなんかその人の 人柄じゃないけど聞き出せるかなと思って。ちょ、出ました、人柄出ました、出ました。今度奏でてください。やること違うじゃん、スポーツじゃない。音楽。なかなかいい質問が出たところで、ちょっと今回はあの終了とさせていただきたいなと思います、はい、まずこうして3競技で交流できたことっていうのは本当に貴重な経験で、これをどう発信していくかとか、どうこのバスケットとハンドとサッカーを盛り上げていくかにつなげていくことが、まあ、私たちにとって一番大事だし、その他のファンやブースターの方たちにもこう広げていくことが大事だと思うので、そういったこういう機会を無駄にしないように、まあ、さっきハーフタイムとかその観戦に行くとかっていうできそうなことをやって配信していくっていうのがすごく大事になってくるのかなって思いました、はい、こう自分ができるようなことっていう取り組みたいなと思って持ち帰りたいとか、あとこう他の人にちょっと止めていきたいこととかって、うん、やっぱり一番はその、まあ、知り合ったので、せっかく観戦に行きたいなっていうのが一番やりたいことです、はい、はい、ありがとうございます。水田さんお願いします。はい、まあ、こうやって皆さんの貴重なお話を聞けて、やっぱそれぞれのスポーツでやっぱ違うこととかもあると思うので、そういうのを知れたことは、まあ、自分にとってもすごい大きな学びになったかなと思います。で、まあ、岡さんも言ってたんですけど、せっかく知り合ったのでこれからも交流していって、まあ、なんかどんどんこういうふうに輪が広がっていったらいいかなって思います、はい、まあ、今までは本当にサッカーの中だけだったんですけど、まあ、こうやって違う競技の方とお話しする機会というのはすごい貴重な時間になりましたし、それこそ自分の中では女子サッカーが一番その辞めてしまう割合が多いと思ってたんですけど、意外となんか少ないって言ったらあれなんですけど、なんか女子サッカーよりもハンドとバスケの方が多いんだっていうのがすごい自分の中一番印象に残って、なんかそのサッカーだけじゃない課題、なんかその女の子がスポーツ続けていく上でサッカーだけじゃなくて他のスポーツにもいろいろ課題があって、まあ、それを今、まあ、トップリーグでやってる自分たちがどう解決していくかとか、そういう取り組みっていうのはすごい大事なんだなっていうふうに感じました。で、まあ、今後本当に観戦に行きたいのと、まあ、個人的にはやっぱり子どもたちと触れ合う機会っていうのもすごい大事だと思うので、まあ、自分自身がやっぱりいろんな、まあ、学校とか出向いて一緒にスポーツする機会を得たりだとか、それこそ本当にスポーツフェスティバル一緒に開催できたらなっていうふうにすごい思ってます、はい、ありがとうございます。はい、今回話、こういう機会をいただいて、まあ、自分の意見も発信することで、まあ、違うこともたくさんあったんですけど、中には共通する部分もたくさんあって、違うスポーツなのに女性アスリートとして思ってることとか悩んでることとかは変わらない部分があって、まあ、ちょっと自分だけじゃないんだっていうのが思えたことで、それを知れたことが今回一番大きかった収穫かなって思います。で、今後取り組みたいこととしては、まあ、個人的にはチームの人たちを引っ張り出して観戦に行くことで、まあ、楽しい思い出ができたら多分その人たちも他の人に伝染してって、もうそう垣根が越えて女性アスリートみんな応援しようってなると思うので、それがまあ最終形じゃないですけど理想的、ここが原点で
ここが発信になっていけたらいいかなって思いますね。はい、いいスタートになれば。はい、ありがとうございます。はい、まずこのような貴重な場を設けていただいてありがとうございます。一番今日印象に残っていることはやっぱり競技はみんな違くともやっぱりベースにはやっぱり楽しむっていうことが一番こう続けるにあたってこう本格的にスポーツやっててもこう楽しむを目的にやっててもその共通して言えるのは楽しむとか成功体験とかなのかなっていうふうに思いました。でやっぱりこうハンドボールを盛り上げるためにはやっぱりハンドボールだけじゃなくていろんなこうバスケだったりサッカーだったり、まあ、バレーとかいろんな競技が協力し合ってこう球技全体をこう盛り上げていければもうちょっと日本のスポーツ界もこう全体が盛り上がっていくのかなっていうふうに感じました。で今後取り組みたいことは私もすごい観戦がしたくてついこの前も熊本に男子バスケで熊本ヴォルターズっていうチームがあるんですけどそのチームのハーフタイムにちょっと PR させていただいてでそういう機会で今度バスケのファンも今度ハンドボールの試合見に行くねっていうインスタグラムでフォローしてもらってそういうメッセージをいただいたりしているのでやっぱりいろんな競技がこうなんて協力してハーフタイムに出演したりコラボ企画したりとかしてこう協力してこう日本のスポーツ界を盛り上げていったりこう小中高校生年代の子たちがもっとスポーツを今後もやりたいっていう取り組みをしたいと思います。お願いします。はい。今日は本当は皆さんの顔を見ながらお話ししたかったんですけど、同じ女性アスリートとしてみんながどんな思いを持ってスポーツを続けているのかっていうのを知ることができてすごく楽しかったまではいけないんですけど本当にもっとやりたいぐらいなんですけど楽しかったんですけどもっと話したかったなっていう思いがあります。私自身も今ハンドボール続けられているのは本当に今楽しいっていう気持ちが一番にあるので続けられているのでそういう話も聞くことができてよかったなと思ってます。私自身はあんまり他競技を観戦しに行くっていうのが好きじゃなくてでもねこういう話をやっぱり聞くと競技を応援したいっていうよりかはその人を応援したいっていうふうに思えたのでその人の中身やその人の性格だったりそういう部分を知れたのでより応援したいというふうに思ったので観戦に行きたいと思います。ありがとうございます。すごいなんか楽しい感じで最後みんなの試合がお互いに見られるといいかなと終了とさせていただきたいなと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。